ただこうしてあのメディアに関わっているその末席にいる私も参加させていただいているんですが残念ながら先ほどあの最終的にもし間違えたら訂正させていただきますが出欠のメディアを確認させていただいたところではこれだけテレビカメラが並んでいながら NHK は来ていないという話を聞かせていただきました。もしあのお見えだったら大変失礼だと思うんですが。 残念ながら、前回も放送は NHK はしておりませんで。いろいろ圧力があったとかなかったとかいう議論はあるかと思いますが、この現状、日本の公共放送で、しかも国民一人一人からの受信料で成り立っている公共放送が、こうして海外のメディアでさえ高い関心を持ってくださっていることに、なんら見向きもしないとで。外から見るとですね、ちょっと分かりにくいのは、 例えば日本の現状を見ると、やっぱり例えば中国と比較すると、中国の場合は記者が逮捕されたりとか、結構厳しいですよね。アメリカでも国がジャーナリストを監視したり、法的に追及したりして、日本よりはある意味ではひどい状態だと思うんですよ。にもかかわらず、なぜ日本のメディアがこういうふうに萎縮しているかという。 そ,そのメカニズムというか私は明日で「ニュース2 3なんかをおります4月1日からはスペシャルコメンテーターということで私から言うと私に対して少なくとも直接間接の政権側からの圧力は一切ありません。 でそれを感じさせるものも私の周辺ではありますけれども、しかし、ながらタイミングが非常に悪かったですね。タイミングが非常に悪かったですね。ちょうど人事が動き出したちょうどこれは必ずどこの局でもあるわけですよね。えー、番組改編の時期っちゅうのがあります。それにいろんなものがまつわって動き出したところにご存知の通り、私を批判する、2,3を批判するとんでもないこうなていうんですかね。私に言わせればもう信じられないような気味の悪い意見広告が載ったんですね。 とりあえずまず一番大きいのはおそらく安倍政権がですね、テレビ、特にテレビに批判的なことを書かれるとですね、内閣支持率が下がる、あの安倍政権は皆さんご存じのとおり、株価と政権支持率で生きてるわけです,ですよ。むしろ僕はね、安倍内閣がどうこうっていうね、マスコミ側が堕落せんだと思う、はっきり言って。 うん、それが一番の問題だと思う先ほどマーティンのです、ね、質問にありました、そのなぜそのあんなただ大臣がなんかどこかで言った程度、あるいは官官房長官あ幹事長代理からです、ね、なんか手紙が1枚来た程度で,です、ね、日本のメディアは萎縮するのかという。 といにではですねまだ今のところ、あの我々はちょっと納得にいく答えをいただいていないと思います。という、まず今回初めて、低波ということにまあ触れられた、放送局は唯一、本当に停波されるということが、唯一恐らく政府側が直接持っている権限だと思います、それ以外のことは憲法で保障されているので、本来はできない。ということは、本当に停波を恐れて皆さん萎縮しているのか、それともですね、 まあ先ほど田原さんの発言がありましたが田原さんだけがこの中では実はあのいわゆる既存のメディアあの我々、外国特派員協会でまあ記者クラブメディアという呼び方をしているんですがそこの出身ではおられないのでえあえて聞きますどうもこれまで既存のメディアはやはり日本の既存のメディアは政治と近すぎる位置にいたのではないか先ほどオフコンなんて話が当たり前のように出ましたけれどもオフコンというような行為自体がですねもう完全に談合に我々から見えるわけです。 日本のメディアのマスメディアあの状況の問題点というのはおっしゃる通りだと思うんですよねだから記者クラブの問題もそうですし最近だと軽減税率ですよね、まあ、この話長くあのすると長くなるのでしませんけど軽減税率の問題であったりとかあるいは再犯制度の問題であったりとかそれからまあそもそも例えば新聞社もテレビ局も本社,の本社用地というのはそもそもどういう筋を持っているのかなんていう話はまさに日本のマスメディアの異常な問題点、まあ、政治との近さというかですね番記者制度を含めて。 日本の,そのメディアの政治との距離というのはある種、世界的に見ればちょっと異常だったりとかある種、ガラパゴス的にですね発展してきた面というのはあるんですよね、でそういうそのマスメディアのまさに田原さんがおっしゃるような堕落というかですね昔からの堕落構造的堕落というのは明らかにあったと思うんですね、それからかてて加えて最近、先ほどのファクラさんからその質問があった話でいうと金平さんの,そのメッセージの中にあったというのはやっぱり大きいと思うんですよね、つまり自己規制とかですねその自己検閲。 政治権力の移行を先取りしてこういうのを強めて本来行う必要のないことをやっている結果だという面も確かにあると思うしまあこれをその金平さんの言葉をもう一つ言えば同調圧力の強い現代日本社会の特徴だってこういうのもあるだからこういうものがその相まって今のマスコミの,その空気感の,その薄さというか悪さというのにつながっているんだろうとは思うんです。